さあ、改めまして、ビートルジュース役山寺宏一さん、あっさり役伊勢マリアさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。死後の世界へようこそ。ああ <laughs>。そですまずはビートルジュース役山寺宏一さん。はい。皆様にご挨拶をお願いいたします。はい。今回ビートル、ビジュビートル、もうもう感じちゃってるよ。<laughs> もう感じちゃってるよ。大変なんだから。<laughs> ビートルジュース、ビートルジュースで、ビートルジュースの役をやった山寺宏一です。よろしくお願いします。よろしく。三回言っちゃった。 ありがとうございますあ,、はい、あのあの格好で来ると思いましたそんなわけないでしょ大変なんですからあれ <laughs> 二度とやるかあそんなわけじゃない今日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします会場にもねビートルジュースビートルジュースの,、ええ、その役に奮した皆さんもね、うん、いらっしゃるようですね,ねえすごい素晴らしいありがとうございますしそして続いてアストリッド役伊勢マリアさん はい、えー、ジェナー・オルテガーさんが演じるアストリッドの吹き替えを担当させていただきました伊勢マリアです。ということでここからはスチールの皆様、はい、フラッシュを使用しての撮影はご遠慮いただけますと幸いです。 それでは山寺さんさまずは最初の質問です何でしょう今日は、と言っても死後の世界をイメージしました先ほど皆様、見せていもう一度見せていただいてもいいですか素晴らしい素晴らしい綺麗ですね会場の様子、ご覧になっていかがですか山寺さんこの死後の世界を表現してるんですよねいつ死んでも怖くないって感じになりましたね一遍死んでみたいなって思わないですよそうですよねでもこれね あのスタッフだけじゃなくてお客様も雰囲気を作ってくださるってことで非常に試演した声優として嬉しく感じますありがとうございますありがとうございます、はい、伊勢さんいかがですかそうですね、うん、なんかちょっとこうハロウィンの夜をまあ舞台にしているお話なので、えー、確かに本当にちょっとこうなんていうんですかこうホ,ホラーっぽいというかちょっとこう怖い感じもするんですけどやっぱ来てくださっている皆さんの顔がすごくにこやかで、えー、なんかすごく私もなんかこうウキウキド,キドキドキ楽しくなってきちゃいました皆さんありがとうございます。 怪しげもこう、楽しい世界観っていうのがね、ね、うん。本当に伝わってきますよ、ね、そしてテ、はい、ィム・バートンワールド前回の本作でございます、先ほどね、はい、お伝えしたんですが、全米の中の大ヒットスタート、すすごいんですよね。1>, 1億ドル突破ということで、はいはい、す大ヒット、ね、まず日本でプレッシャーかかりますね、これね。<laughs> 日本でヒットしないとね。皆さんにかかっておりますので、そうですはい、お願いします。はい、まずは山寺さん、伊勢、はい、さんそれぞれ作品をご覧になった感想をお聞かせいただけますか。はい、あのー、とにかくこれぞホラーコメディーとホラーコメディの決定版これぞティムバートンという感じがしました。でねあの我々こうビートルジュースビートルジュースの話でいいんですよね。最初に吹き替えでやるときはまだあのそんなにね小さい画面で練習をしたりするので。 完成をこの間試写で見させていただいてそれは今日と同じ吹き替え刃だったんですよ吹き替え刃の出来がいいありがとうございます手前味噌 <laughs> いや自分のことはちょっと置いといて他の方々がみんな自分のことは本当わからないんですよそれは皆さんに判断していただく本当にみんなぴったりでね、あれだけやった甲斐があったというふうに思いました伊勢さんの声はいかがですか素晴らしいですうちの後輩ですえ伊勢マリア頑張りましたよろしくお願いしますありがとうございます 他で親子やってますが、<laughs> <っ>他の作品では、ね、<っ>親子やってますが、えー、今回また違う関係で、マリアちゃん素晴らしい、はい、ありがとうございます。そんな伊勢さんは、はい、いかがでしたかご覧になって、いやーなんかあの。 ティム・バートン監督の世界観がもうここぞとばかりにも本当にギュギュッと詰め込められた作品に仕上がってるなって感じました実はこのビートル・ジュースビートル・ジュースの前の作品その普通のビートル・ジュース前作が、ね、あの1988年今から35年前に公開された映画ということで、うんうん、ちょうど私が生まれた年 あら、なんですよ。こんなに大きくなりました。<laughs> 大きくなりました。皆さんに育てていただきました。ありがとうございます。なのでまさかその。 35年の時を経てま続編が作られるっていうこともやっぱすごいことですしその作品にその前作ではあのヒロインだったあのリディアが今作ではお母さんになられてっていうことでその娘役を演じさせていただいたんですけどなんかそこもすごく感慨深いものがあって皆さんこれから見られるんですよね今言ったことは大丈夫多分普通に公式ホームページに書いてあることなので大丈夫だと思うんですけどぜひ本当に本編楽しんでいただけたらなって思います期待してください。 ありがとうございます。死後の世界もね、ずっと続いていたんだなあというのが伝わるような、ねね、作品ですよね。はい、そのそれぞれ演じられたのは個性的なキャラクターでございました、はい、ご自身が演じられたキャラクターについてそれぞれぞ伺えますか私はマイケル・キートーさんが演じているビートルジュースあ今、目が合っちゃってるどっくりしたんですけどね。ビートルジュース、えあの人です、あの人ですじゃないや <laughs> 人間怖がらせやということで推定600歳の、ねまあ、前作ご覧になった方が多いでしょうあの男でございます。 ねえ35年後、一体どんな思いで生きてるのかを描かれておりますんでね、ええ、主役みたいに書いてありますけど、あんまり言わないほうがいいか、あんまり見る前に、な俺だったら言ってほしくないと思うもん、にとにかくえ人間コアらスやバイオエクソシストでございます、もう好き放題やってます、マイケル・キントンさんが、うんはい、そんなキャラです、ありがとうございます。はい、ぜひ皆さんのわくわくが、ね、どんどん増している時間だと思いますが、伊勢さん、いかがですか。アストリトあのアスストトトトリリッッは まあちょっと先ほどもお話ししましたけどそのリディアの娘ということでまあハロウィンの夜にある出来事が起こるんですねその中でやっぱりこう母娘の関係性がすごくこうちょっとこうまあティーンエイジャーとしてのこう複雑な思春期のこう女の子特有のものがあったりとかやっぱそのビートルジュースとねいろいろこう。 あったりとかして本当にすごくこう、まあ、その騒動にこう巻き込まれる形になっていくんですけど、あのー、やっぱり演じていてすごくそのジェナ・オルテガーさんがみずみずしくこう10代特有の何て言うんでしょうねこう初々しさみたいなものをすごいやっぱり素敵に演じてらっしゃったのでその吹き替えをさせていただくっていうのは本当にすごくプレッシャーもありましたしちょっとこう時をね こう巻き戻して私もこう10代の時に戻ったようなその気持ちで演じさせていたただきましたちょっと流れで伺いたいんですがその、はい、アフレコの時の様子まさに流れの、うん、戻ったようなとおっしゃいましたが、うん、アフレコの中、まあ、演じ方とかこだわったポイントなどありますかこれがですねすごいやっぱりあの音響監督の方とやっぱりテストをやった時に音響監督の方がこちらの文スの方まで入って来られて伊勢さんみたいな。 もっともっとみずみずしくもっと本当にティーンエイジャーだと思って演じてほしいみたいなやっぱそのリアルに演じてほしいというオーダーだったのでわー大変だぞ私やっぱり35年生きているものでそこをちょっともう巻き戻してもう本当に気持ち的には10代の気持ちでみずみずしく演じなきゃってところで難しかったんですけどすすごい楽しかったでストリッドのみずみずしさにも皆さん、ぜひご注目ください <laughs> そして山寺さん、はい、アフレコの時のお話など伺えますか、はいあ あの本当に僕は見てはいましたけどビートルジュースを演じるのは初めてだったので一体どうやったらいいかなと思ったんですけど、まあ、いつもの吹き替えと同じようにマイケル・キートンさんがもし日本語をしゃべったらこんな感じになるんじゃないかということを想像しししてててやらせていたただきまそ本作ではハロウィンの夜に事件が起きるという話でございますがそれぞれちょっとだけ作品からはそれますが。それるんですか ちょっとだけ。それてください。それてください。ちょっとだけ許す。そですね。ネタバレしない方がいいですから。そうですね。それましょう。今年のハロウィンは。お、お二人は。あ。何をしたいですか。何をするんだい、セマリア。ハロウィンだぞ。おい。そうですね。なんかあの、昔は。昔は。これこそ、十代、もね、ち、小さかった時は。なんかちょっと仮装をして。家の近くの。あの。 あのお家とかにトリックアトリートって言ってやっぱお菓子をもらいに行ってたんですよほんとにこのかぼちゃのねなんかちょっとバスケットの中にいっぱいのお菓子をもらって帰るっていう毎年やっぱり楽しみにしててでももう大人になっちゃいましたからね大人になってもハロウィンって楽しんでいいんですかねいやいいでしょう。いい楽しまれてる大人の方結構いらっしゃいますよねそうですよね昔より増えてますよ目の前に結構いらっしゃるのでねもういるんだわかりましたじゃあ今年のハロウィンは 何か仮装をしたいと思います。あ、言っちゃった。言っちゃった。言っちゃった。だからにはね SNS で発表してください。SNS で発表したいと思いますみずみずしい言っちゃったありがとうございます。山田さん。僕もね今までちょっと僕も子供の頃はあのハロウィンねお菓子もそんな風刺はねえわ。俺の子供の頃日本にはまだ伝わってなかったわ。在母大人になってからそういうのあんのねみたいな感じでなんだろうっていう感じでしたね。なので。 実際にね、ハロウィーンを何かしたってことはなんですけども、数年前にハロウィーンの時にちょっとライブをやって。え今回も出てる戸田恵子さんにゲストに来ていただいて、え、その時はね。アンパンマンのかぼちゃのあのろうそく入れるやつ作りましたね。あれ戸田さんにもらったのかな、戸田さんいろいろ持ってきてくれて。えー、ハロウィン、結果ハロウィンだから、はざった方がいいよって風船とか。それで一緒にライブをやって、ちょっとハロウィンっぽい紛争もして、やったっていう記憶がございます。ハロウィンの思い出はそれ一つでございます。<laughs> 今年、今年は、今年はハロウィンで、どのぐらいビートルジュースの。 コスプレがいるか、チェックしに行きたいと思います。まさに今年ならではです、ね。はい、ね、絶対ね。もう。決まりですよね。やりますよね。<laughs> ね<え>いや、その日違うやつって言わないでくださいよ。今日やってんだから。山寺さんは今年のハロウィン。<え>もう一回。だから、チェックしに行くだけです。チェック。 ご自身はもう一回しないんですか。僕は大丈夫でしょうもう一回やります。あの五時間。<laughs> 肩取り四時間。すご、すごいよ。もう時間をかけてね。会話のね本当に。簡易な感じでやりたいと思います。やるなら。うん、ありがとうございます。そしてビートルジュースは三回名前を出すと死後の世界からやってきますが。はい、ちなみにお二人が困った時に呼び出したい人。教えてください。困った時に呼び出したい。えー、どうす、どうするど。どうしましょうね。<る>なんか。 ちょっとやっぱアニメのキャラクターが浮かんじゃうんですけどなんか言えない気もします。アニメのキャラクターを思い浮かぶの？自分が困った時あもしかして言わない方がいいでしょう。はいそうそうです。もういろんな意味で言わなくていいでしょう。はいなので困った時といえばそうなんですよ。いや同じかどうかわかんないけど。いや多分三分の一ぐらい半分以上だいたい同じでしょう。ですね。それこそあの三回三回よあれ三回何の話？えっと山寺さんに伺いますかね僕お願いします。僕困った時き言わしたいのは マネーージャののの中村君です弊弊社の <laughs> 社僕のスケジュール全部把握して <laughs> え何かあったことでったら、まあ、何でもわがまま聞いてくれるんでえあとはねあの僕の友達の脚本家がいて何でもしてる藤沢って言うんですけどすごいいい脚本家がいてものすごいものしいなんですよウィキペディアで調べるの面倒くさい時にそいつに電話する <laughs> そいつの方がウィキペディアより詳しいんですよそれはもう藤沢でフジペディアって呼んでるんですけど <laughs> ね、何か困ったら彼を呼びます電話ではなくはい、だから詫び状とか何かねコメントとか書くときもね彼に監修してもらう, <laughs> う、ね、業界にそういう人いっぱいいるんです声優業界に彼にいろんな言葉を監修してもらってる人多いんです,すあんまり詳しいことは言えませんがプライベートで何かあったとき<ー>中村さん藤さんさんに届くといいですねはい <laughs> そしてあの山田さん、伊勢さん今回ビートルジュースビートルジュース公式ドリンクとして、はい、ファンタビートルジュース というお味がですね9月16日に発売となります<ー>こちらですね、うん、今スライドにも映っているんですけれどもこちらが発売となります、うん、実は事前にお二人には、はい、飲んでいただいたんですがお味いかがでしたかあのちょっとスパイシーな感じで普通のい,いつものファンタあのファンタののドリンクよりかはちょっとこうなんかス,スパイシーな感じで、うん、でも美味しかったですとても うんはい死後の世界をイメージしたお味ですね本当だよ、美味しかったよなんで笑ってる人がいるんですかなんで笑ってんの、なんで見て嘘くさかった本当に美味しいですから僕は飲んで一言、もうこれしかなかったですファンタスティック、そう思いました決まりました、拍手お願いいたしますありがとうございます 子どもの頃からファンタで育ちましたからそうですよねぜひ皆さんもあの世のお味とあの世のお味どういうことですか飲んであの世に行くってことなんですよあの世に行くぐらい行っちゃうぐらい美味しいってことですからまさにそうですそういうことですそいうことですファンタスティックファンタスティックすごいビートルジュースに言うとあらビートルジュースもしファンタを飲んだらみたいな感じでファンタスティックゲップしそうですねここではしませんけれども 皆さん、失礼しました。今の声を刻んでお帰りください。よろ、はい、しく。そしてここからですけれども、本日のイベントのタイトルにもなっています。全身吹き替えについて触れていければと思います。はい、まそもそも全身吹き替えとは何かご説明いたします。通常吹き替え版は声だけになりますが、全身吹き替えということで皆さんそれぞれご自身の役になりきって ていただいております。うん、そしてここからはボブたちにも手伝ってもらう。あのこれよりもボブの反応方がすごいと思いますい<や>。<laughs> ボブ人気だってボブいるもんあそこにもね。ボブクオリティすごくないです。ボブバンドボブです。はいボブボブありがとう。あら手も振ってくれてます。ボブありがとう。ありがとう。ボブありがとう。ね本当に小顔ね。本当にね小顔エステ行ったのかな。惜しいですね。さあということでボブたちありがとうございましたあのこのねあのパネルを出してくれるお手伝いとして今日は僕がほとんど持ってませんでしたけど。はい ありがとう、ボブありがとうございボブ、ありがとうはい、ありがとうございます。ボブ,ボブに温かい拍手を振りください。Thank you, ボブ,ーボブえお、さすがミートルジュースです。と,ということで、全身吹き替え版に挑戦したお二人の姿、パネルでご用意しました。それぞれ見ていきたいと思います。まずは、伊勢さんはいベールを、はい、取ってください。取っちゃうんですね。ベールを取っちゃいます。ちょっと綺麗に取れるか、ドキドキなんですけど。いきますはっ はあ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 イお<ー>こちらになりますアストリート実際このね、スライドにも出ていますけれども、うん、今回まさに、このアストリット・ジェナ・オルテカさんが着ていらしたドレスをしっかりと採点。そうなんです。<laughs> あのー 一人一人もオーダーメイドと言いますか私のアストリッドちゃんの衣装も,もう完全にもう手作りで作っていただいてもう髪型もちょっとあの地形がちょっと足りなかったので<う>あの下だけエクステをつけて本当髪の毛も完全再現みたいな形で,でメイクも実はあのちょっと、ね、あのパネルだと遠いのでわからないかもしれないんですけどそばかす あのメイクでちょっと描かせていただいて、なんかそこもあ可愛いなみたいな感じで、はい、あのやらせていただきました。え、十代に見える。あ、十代ティーンエイジャーに見える。ありがとうございます。温かい拍手も起きてましたね。ありがとうご元々可愛いしね。そうですね。うん、いいですよね。こういう全身吹き替えはね。そうですね。すごい綺麗なまんまだもの。じゃあ全身吹き替えのオファーを受けた時はどう思いましたか。いや、どういうことだろうと思って、一瞬その 私もあの、ティム・バートン監督のその映画に実際で出れるんですかみたいな感じに思っちゃったんなずうずうしいこと思っで <laughs> いやだって山寺さん全身吹き替え版っていう言葉自体が今までのこの <laughs> 歴史上というか史上初の試みなんですよ。そそううですね、そうなのですだからみんな一瞬多分オファーを受けた声優陣はうん どういういことみたいなやっぱ前例がないことだったので結構挑戦することも結構勇気がいることだったと思うんですねだけどやっぱりもう主演のもう山寺さんがもうやるやられるっていうのを聞いた時に「私もぜひやらせてください」みたいな何よりやっぱりもうこの制作のもうワーナーさんのチームの皆さんが作品に対するも愛情がもう すごい大きくて今日もですねあのスタッフさんたちがみんなこの死後の世界をビートルジュースの世界観を意識してお洋服に緑色のなんかこう衣装というかお洋服カラーを入れてくださっていていろいろ、ね、工夫なさってるんですよそうなんですよちょっと白黒の、ね、やつだったりとか、うん、もうそこからもすごい愛情を感じていたのでもうだったらもうぜひ私も,もうぜぜ全力で協力させてくださいってう形でもう本当にノリノリで楽しんでやらせていただきました。 ありがとうございますでもあれは断る理由ないですよね何の損もないですよねとっても遠いですね。ねあれは肩に手も置い問題はこっちですよ僕は何も言ってませんからねまあ皆さんもいろんなところで見てんでしょうけどねということで山寺さんせっかくなのでアンデールお願いしますわかりましたいきますこれが私のやった全身深いビートルジュースですおおすごいまあ皆さん写真で見てからねもうね こここででで初めてじじゃなないいしょうからねこんな感じでございますすっごい完成度が、えー、クオリティが高すぎる本当にもうねすそれこそ山寺さんも全身吹き替え版やりましょうって言われてピンときました、えー、え最初は僕も何のことだろうと思いますけど、うん、ちょっと話聞いたら面白そうって思いましたもともとあのね、まあ、自分じゃない何かになりたくて声優やってるようなもんで。 で僕、声優になる前はものまねタレントになりたかったんですよ、でそんな実力がないってことに気づいてで、後に出るようになったんですけどもね,ね、だからもう魚くんとかね、平泉成さんとかよくやってますからね、1回、ザジーの真似したことありますからね、数年前に半ズボン履いて、ものまね、1票も入らなかったんですよ、ザジーやって、半ズボンで。 あ、そんな愚痴はいいんですか。だからもうこれは嬉しかったです。ありがとうございます。でですね、皆さん気になってらっしゃるのが、ビータリーさの特殊メイクだと思うんですけれども、実はその特殊メイクをした時の映像が見られるということですので、ぜひ皆さんと見ていきたいと思います。ありがとうございます。それでは、見ていきましょう。お願いします。ほうほうほう。二人少し一歩前に出て、スクリーム。ほら、もうかぶってんす。もうここまでに何時間もかかってんです。 このね額のおでこんところを膨らませるための特殊メイクでこの前にもう何週間か前に肩取りで4時間やってますからねそうですよねでもこれだねい<や>らほらほらすごい怖いよもう <laughs> 死んだ親父に似てんだよこれちょっと <laughs> 死後の世界死後の世界,死後の世界だね確かになんて日だって感じですよね <laughs> えー、そう。そここにでその上にのこうやってやってるんです だ,から本当だってマイケル・キートンさんはあんなの乗せてないんじゃないですかね。僕はだからおでこのとここ,こ全部の盛り上がってるんです、はあ、自分に合わせて全部作ってもらったんですうん、はい、そういうのやってこうやってねいろんなことやってでこのカツラをかぶせるのも、ね、伊勢さんおっしゃってた通り周りのスタッフさんもノリノリリですねいやもうね一応、えー、タイガーさんってもうねすごい方もう素晴らしい特殊メイクのね。<laughs> 肩がね、これでこの状態面白いじゃないかこれね<ー>これはこれでいいねこれで行くそんなわけないだろうみたいなこと言ってるわけですよね <laughs> ってねここからまたねそう,そうこの髪型もね なるべくポスターと同じにしようていうんですごい大変だったっていうね、いろいろあったんですよ、特殊メイクチーム、撮影チームの皆さんも、まさにこの時のメンバーがね、会場にも来てくださって、あすばらしいもねなんですよ、ずっとね、いろいろ話してね楽しかったんですけど、このね、なんつうんですか、このこけですか、かびですか、これをやるね指先までやってますから、全部爪までもね、やられてるんですよね。 こんなの後で何かでコンピューターでやればなんとかなったんだろうみたいなことを実際にやってますからだって今回、だってティム・バートン監督があんまり CG を使わないようにしようとかだからこのアナログでもう、ね、スタッフの皆さんがこうやってやっっっててくださったんですよ、うん、すごいやっぱそこティム・バートン監督の,そのアナログでデジタルに頼らないでっていうところをやっぱり、ね、踏襲して我々もちょっとそこに挑戦させていただきたいなっていういやでもすごいですねこの特殊チームの皆さんのプロフェッショナルぶりがそうです僕は座ってるだけだからいいですけど皆さんはこうやってね やいのやいの言いながらすごい爪爪もやったぜ全部やったぜまさにそこにビートルジュースが生まれたという感じです晴らしいそうです相当時間かかったんじゃないですかねそうですね肩取り4時間このメイクするのに5時間ぐらいですかねでその後撮影に3時間ぐらいかかりましたからねでアフレコにかかった時間は言わない方がいいでしょう <laughs> 分かりましたそのぐらいだったということでねほぼ全身浮きのほうに時間かけたというあ,ありがとうございますだからねでもマイケル・キートンさんもこれやってるわけですからね、うん、だから僕はあのビートルジュース演じるにあたり、ね、声やる声だけだけど役、うん、になりきれると思ったでしょ、うん、でもこれやったの声取ったあとなんですよ意味ねえじゃんって思ったけどね <laughs> こうやって皆さんが喜んでくださったらとてもね 意味深いいうか、たがありまましさに、全身吹き替え版を発表後ものすごい反響だったはい。ということで US 版のポスターも吹き替えちゃいましたわおそそうう皆さんに見ていただきたいと思いますあ、初出しこれ初出しスクリーンご覧くださいどうぞわあえどっちがどっちって見間違うぐらい一瞬どうですか皆さん これをやりたくて頑張ったんですよお二人にも改めて大きな拍手を送りくださいありがとうございますスタッフも頑張りました撮影スタッフも頑張りましたあ来たこれだねえこれですよじっ,じっくり見ながらですけれども山寺さん伊勢さんはねもちろんいらっしゃいますけど、はい、先ほど真綾さんはギザギザ前髪とこのアイラインこの。 アイライランのギザギザの一応ミリ単位で調整したりとかそして、戸建子さんは赤いウィッグと赤い爪をつけて、はあ、で、一番目の前、ひ右下ですねにいらっしゃるのが沢み美きさんは特殊メイクとこのガンガンらしいキス、すごいホッチキスがね,ね全身にも顔にもホッ、ね、チキスをやられて怪しげな雰囲気もぴったりですよね<ー>そして山地さんは特殊メイクとこの脳みそがさらけ出されている感じ、ね、山地さんあんまり脳みそ映ってないけどね、はい、そこね。<laughs> うん。そして森川さんオールバックとメガネなし。うん。名前がメガネ。森川くん、誰なんだい？いなからいじられ放題でございます。そしてあの小林さん実は小林チキさんもいるんですけれども。そうなんです。どこにのあ？ここにここに。 誰もわかんない。こっから見てもちっちゃい。すごく小さいけれども拡大しましたが。何やったの？指示がいますけれども、これパーマとかもね頑張っており、ますわかんないよこれ。そうなんですよ。弱くなってから。どんなキャラクターポスターの方だからね。うん。報酬するのかもぜひ注目してみてください。はい。そしてですねお二人。実は何ですか？先ほど山寺さんもやってよかったって言ってくださいましたね。だからね。いや、ここまで来たらね、本当にちゃんと。 あの、ティム・バートン監督とかに言っといてよってここまでやったんだってことをちゃんと報告してくださいとね私は強く言いたい山寺さんこんなことやんないでしょ普通ティム・バートン監督に届きました嘘だ本当です嘘でしょお二人にも内緒でしたこれはえっティム・バートン監督にこのポスター日本版ポスター届きましたマジでわあ怒られたんだ怒られたんでしょ 届きたてホヤホヤのコメントをご紹介いたします。そうでしょう。ではと監督から監督から、えー、はい。 りまりすグリーチョプジャパンなんてポッサラ日本って、I love this, I've never seen anything like this, 超気に入ったよと <laughs> こんなのは初めて見ました。<laughs> Thank you for your deep love and the understanding for the film.Hopeyou enjoy! ということ、これだけの愛と深い理解を寄せてくださりありがとうございます。楽死んでねということで、ティム・バートン監督からのコメント届いております。Yeah! それを篠原さんが代読してくれたんですね、流がとうの英語で。英語がお上手すぎてなんか、<laughs> そっちのほ意識が。<laughs> ちなみに、伊勢さん、はい、監督からのコメントいかかがですかいやもう嬉しいですね、ティム・バートン監督が実際に私たちのこっちの日本版の、ね、このポスターも見てくださったっていう、いや、こんなに嬉しいことはないです、本当に頑張ってよかったなって。これ、3でオファー来るかもしれないな、これ。 これだけけそっと言ったらありますけど、ね、改めて山寺さん、はい、監督に届いた今のお気持ちですかいや嬉しいですよ、まさかあの日本のスタッフもそんなことになると思わなかったんじゃないですか、われわれも全く思ってませんでしたけど、でもやっぱりティム・バートン監督はお好きだというか、われわれの日本側の愛を感じてくださったってことでしょうか、嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます Thank you, ティーバートン <laughs> ここからさらに愛を届けるのはね見てくださる皆さんからだと思いますのでぜひ楽しんでいただけたらと思いますさあということで盛りだくさんでお送りしてきましたけれども残念、はい、ですがお時間が近づいてまいりましたはい、はい、最後にお二人からご挨拶をいただきたいと思いますまずは伊勢さんお願いしますはい、えー、皆さんこれからご覧になられるということでついにビートルジュースビートルジュース吹き替え版が今日 初、えー、公開日本では最,最速の初公開となりますので本当にもう楽しんでいただけたらいいなって思いでもいっぱいですあの。本当にハロウィンの夜にこう巻き起こる本当にティム・パートン監督ワールドがもう炸裂しているすごい楽しいあの物語になっているのでぜひ最後まで楽しんでくださいいいどうぞよろしししくお願いいたしますそして山寺さんはい。 今日はおお忙しい中お集まり本当にありがとうございます、えー、まあ内容はこれからご覧になるんであのなるべく何も言いたくないんですけれどもとにかく痛快な、えー、これぞホラーコメディという作品でございますまあ今日はね日本語吹き替え版のこう初めて皆さんにご覧いただくということで私も実は緊張しております僕もねこの全身吹き替え、まあ、これはあのぶっちゃけプロモーションですプロモーションのためにやったんでこれでみんなの注目を引いて。 とにかく見ていただこうというこういう気持ちでございますんでえあれなんですけどもまあこれであのバズらなきゃ意味ないと思って僕もすぐエゴサだとかしたんですよこれが出た後。な何で西川紀義師匠じゃねえんだそんな言葉をいっぱい聞きましてもちろんビートルジュース前作の大ファンがたくさんいるんで気持ちも分かりますねそういう方もいらっしゃるかもしれませんが僕も頑張りました ね、師匠みたいなねああいうアドリブとかいっぱい入れられませんけど、えー、もう40年近く三十何年培った自分の吹き替えこうやったら面白いんじゃないかこうやったら皆さんに楽しんでもらえるんじゃないかっていう思いで一生懸命やりましたので、えー、もしお気に召していただけましたら周りにね吹き替えばいいよと言ってくださってああだめだと思ったらあのど,どうぞあの字幕の方を見てください。 どっちも見てね、比べて吹き替えってど、どうやばいいんだろうなんていう論争になるのもいいんじゃないかと、僕は思います、えー、もっともっと吹き替え、外国語の外国映画の吹き替えが、皆さんのこう話題に上ればいいと思いますし、こうやって吹き替えを盛り上げてくださった今回のスタッフの皆さんにお礼を言いたいと思います、ありがとうございます、そして皆さん、この後楽しんでください。あありりりががととううごござざいいいままししたた人め大きな拍手をお送くださありがとうございました。